皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、一帯一路、対ロシア全面停止、では参ります。まずはですね、一帯一路といえば、それを支える銀行、そのために作られた銀行がありますね。AIIB と言いますけれども、AIIB から声明が出ました。こちらでございます。ウクライナでの戦争に関する AIIB 声明ということでございますが、この声明の中で何が言われているかというと、ロシア向けの融資や事業を全面的に留保して見直しを開始しますということが書かれております。どういうことかというと、つまり全面停止ということですね。事実上の全面停止ということで、中国が一帯一路を介して、ロシアに融資して、めちゃめちゃ長い高速道路とかですね、高速鉄道を整備するという話が、このウクライナの侵略の前にあったわけですが、それはもう全部水の泡になったということですね。ロシアにお金はひとまず中国からも行かなくなるということで、この後中国とロシアの関係がギクシャクしだす可能性もあるんじゃないかというふうに思われますけれども、実は一帯一路だけじゃないです。止まってるのは。もう一個重要なところが止まっておりまして、新開発銀行という銀行があるんですよ。新開発銀行。別名、ブリックス銀行と呼ばれますね。で、ブリックスというのは、これから発展してくる国々5カ国によって、協議が始まった協議体です。それをゴールドマンサックス社が、その頭文字を取ってブリックスと呼ぶようになって、今は現在自分たちでもブリックスっていうふうに、言ってますので、もうブリックスっていう共同体でいいかなと思いますね。全部頭文字。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ。ですね。になりますね。この5カ国で立ち上げたものになります。で、ここがですね、実は、開発銀行、自分たちの銀行というのを持っていて、それが新開発銀行というんですけれども、ですね、この5カ国が均等に100億ドルずつ拠出して立ち上げております。日本円で言うと1兆1000万ぐらいかな、ぐらいずつ、拠出して立ち上げていて、で、ブリックスの加盟国、加盟する国の、まあ、正確にはこの新開発銀行に加盟する国なんですけども、国のインフラを支援するという名目で、一帯一路の AIIB の小型バージョンみたいなやつですね、が作られている。で、日本にとってこれがなぜ重要かというと、インドが入っているからということになるんですけれども、だからこれ注視しないといけないんですが、ここも全面停止を発表しておりますね。で、新開発銀行のホームページからのリリースは確認できなかったんですけれども、インドのメディアがやはり興味があるので、これを取り上げてますね。まあ、こんな感じで取り上げてます。はい。すべてサスペンディッドになったということですね。まあ、留保になったということで、AIIB と同じになりますね。で、実用のこの全面停止なんですけれども、これはですね、ロシアに対する制裁的な意味で停止をしたわけではなくて、西側の制裁が強すぎて、もう停止せざるを得ないということだと思いますね。スイフトの、からロシアの排除もそうですし、あと、ロシアの中央銀行の資産凍結もそうですし、あと、いろんな会社が制裁対象になっているということ。なので、この二つから、ロシア向けに融資をしたところで回収できる見込みもないし、回収云々の前に、そもそも材料が整わないので、どの事業に対してもですね、その部材が整わないと、そもそも手がつけられないというような、そういう事情があるんだというふうに思います。で、今こういう状況に対して、もっと大きな銀行が中国にもっと恐れを感じろということを言ってますね。こちらご覧ください。はい、世界銀行でございますね。世界銀行もロシア、ベラルーシの全事業を停止しております。で、今、世界銀行もそうですし、IMF とかもそうですけれども、ウクライナに対してものすごい支援を展開しているというような状況なんですね。こっちは人道支援の方になりますけれども、支援を展開しているような状況。ここの総裁であられますデイビッド・マルパスさんが、中国がもっと恐れを感じた方がいいということをですね、声明の中で言っております。で、それをサウスチャイナモーニングポストなんかが、まあ、取り上げてると、恐れを感じろって言われちゃったということで取り上げてるということ。要するに、恐れを感じろっていうのは、まあ、ロシアを支援しろっていう、支援するなっていうことではなくて、ロシア寄りに行っていってると巻き込まれるぞっていう話なんですね。この制裁は長期に及ぶと。ロシアを長期にわたって苦しめていくと。で、そこに加担していくようなことになると、中国はあなたも返り血浴びますよと
いうことをしっかり考えろよっていうことを言ってるわけです。で、中国は AIIB も留保して、BRICS 銀行の方も留保して、で、こっからどれぐらいの影響があるのか、もしくは現在どれぐらいの影響が及んでるのかというと、細かく分析していくと思います。分析どうぞしてくださいということですね。全く未来はそこにはないと思います。もう、ロシアの一般国民の人の生活というところで言うと、完全にロシアは積んでます。プーチンさんが国を売ったというふうに見てもいいぐらい積んでるような状況だと私は思ってるんですけれども、そこに中国がロシアとの関係、まあ戦略的な関係で、ロシア寄りの方向に舵を切っていったときに、これ一緒になって巻き込まれるぞっていう話ですね。当然西側の方も痛みを伴いますので、中国に警告を発しているということじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、ロシアと中国の関係、金の切れ目は縁の切れ目って言いますので、お金の流れが滞ってくるということになると、果たしてですね、まあ、仮初めではあっても蜜月だというふうに言われてたわけですが、その関係を続けられるのかどうなのか非常に疑問符がつくということでございます。しかしながら、日本というのはちょっとですね、まだまだ兜の尾を締めなければいけない状況が続いている。なぜかというと、中国には中国独自の戦略があるということなんですが、3月5日に全人代が開催されております。産経新聞の記事なんですが、その全人代の中で、習近平さんが軍事闘争という単語を使いましたね。軍事闘争。で、この場合の軍事闘争というのは、すなわち戦争を意味するものではないんですけれども、ですね、もっとその軍を前面に押し出して中国の影響力っていうのを強めていくぞっていう、そういう話です。ただし、この単語を使うっていうこと自体が、まあ、きな臭いということになりますね。台湾のことも、まあ、頭をよぎりますし、あと尖閣諸島のことも頭をよぎる、南シナ海のことも頭をよぎるし、ブータンのことも頭をよぎる、そしてインドとの紛争のことも頭をよぎるということなんですけれども、いろいろな部分で軍事的プレゼンスをもっと中国が強めてくる。つまり、おそらくもっと大々的な軍事演習等々はしつこく行われるんだというふうに思います。今年はですね。で、この状況というのはまあロシアの今回の状況と被るわけですよ。そもそもロシアというのはウクライナとの国境沿いで毎年軍事演習してるんです。ところがですね、この毎年やってる軍事演習というのがここ数年でどんどん数が増えていって、2019年か20年かそれぐらいだと思うんですけど、10万人を突破してそれでも増えていったんですよね。で、これちょっと怪しいぞっていうところでアメリカやですね、西側がものすごい警戒しているところで今回の事態に起こった。大元にあるのは軍事演習というところのこう下地なんですよね。で、それを強めるっていうことになると、いよいよ中国もですね、このロシアの状況を見て自分たちもいけんじゃないかっていう準備を整えているというようにも見えるわけです。で、これを抑止するためにはロシアをこってんぱにやるしかない。もうロシアの国民の皆さんには申し訳ないんだけれども、もうこってんぱにやるしかないというふうに思います。その上で中国に対しても抑止を効かせていって、経済的に弱くなっていく。そして、高齢化社会に突入していって、まあ、いろいろな支出も増えていくわけですよね。年金とかですね、そういったものも増えていくということで、じわりじわりと弱体化をする。で、その間にインドに育ってもらって、で、インドというのを、の話に行きますけれども、インドというのは、基本的にどっかの陣営にどっぷり入るっていうことを好みません。で、これはですね、いわゆる、まあ、その、大国意識のあるところ、歴史的大国意識のあるところっていうのは全部そうです。インドだけではなくて。今問題を起こしているロシアもそうですよね。で、インド、あとイギリスもそうですよね。フランスもそうですよね。ドイツもそうですよね。トルコもそうですよね。で、アメリカもそうですよね。ということで、大国意識が歴史的にあるようなところ、まあ、アメリカはまだ歴史は浅いんですけれども、やはり、まあ、押しも押される大国なので、ってあるところは、どうしても独自の動きをしようとするんですね。うん、舞台の中央に行こうとするわけですよ。ちょっと面白い話がありまして、安倍さんがですね、なんかの記事で言ってたんですよ。プーチンさんと実際に話した時に、どうしても話が合わなかったところがあるって言うんですね。安倍さんは、この東アジアのですね、地域の安定っていうものを、まあ、プーチンさんに話したんですよ。地域としてのメリットっていうのを優先させていこうという話をしたんだけど、その価値観が通じなかったって言ってるんですね。地域の価値観、地域のために貢献するみたいなことを言われても、ピンとこないから、日本としてどういうことがしてほしいのか。日本の願望を言ってくれ。で、ロシアはロシアで交渉しっていうことを言うから、それをテーブルに並べた上で交渉しようと。でないと具体的じゃないみたいな感じで、全然話が通じなかったって言うんですよ。つまり自分たちの利益っていうのを一旦置いといて、全体の利益っていうのを考えて一緒に協力しましょうっていうスタンス、そのイメージがつかない人だったっていうことなんですね。で、おそらくですね、インドとか、まあアメリカはその辺まだできるのかもしれないですけども、なかなかですね、
あの歴史的大国意識のあるところっていうのは独自の動きをしがちなんです。もう今のトルコもそうですよね。ロシアの制裁には加わらないって言ってますね。NATO の一員なのに。というようなことが起こるんで、インドの扱いってすごい難しいんですけれども、インドというのは、実は、今軍事的には中国と衝突してますけれども、経済的には結構ズブズブやられちゃってるんですよ。AIIB が、今回あの提出した AIIB が一番金を貸してる国ってインドなんですよ。で、このブリックスっていうのでも、インドはそこに入っていて、もう日本円で1兆円以上を投資してるんですね、新開発銀行。で、インドはとにかく中国というところをテコにしながら自分たちもインフラを整えつつ出し抜いてやろうという形をとってると思うんですけれども、そこをあからさまに批判してしまうと、インドって大国意識が強くてプライド強いので離れていってしまう。そこをうまく泳ぎながらですね、最終的にインドが中国よりも立ち位置強くなってきたぞっていうところでグッて引き入れるっていうことをしないといけないので、インドとの関係というのは非常に難しいということになるんですけれども、しかしながらですね、もう新開発銀行も事実上こういう形で痛みを伴う。中国が考えるということはインドも考えるということなので、インドとしてもですね、やはりどっちの陣営に重きを置いて付き合っていくべきかというのを考えていってくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで AIIB、そしてブリックス銀行、そして世界銀行もロシアの全事業すべて停止しているというお話でございます。で、これで中国がひよってるのかと言いますと、だいぶひよってるというふうに思うんですが、まだですね、ロシア様をお助けするっていうところの目は一応残しているみたいですね。中国はですね、先ほどの軍事闘争を打ち出して一環かもしれませんけれども、ベトナム沖、南シナ海での軍事演習というのを発表しました。4日から15日まで。軍事演習を行うということなので、もう軍事演習を行われているはずなんですけれども、詳細の方はちょっと分かっておりません。ということで、ちょっとベトナムのですね、どっかの島に手をつけ出す可能性もまああるというところなんですけども、気になるのはこの期間なんですよ。4日から15日まで軍事演習をするというところで、ロシアの味方みたいな一応パフォーマンスだと思うんですね。なぜかというと、3月の16日、中国が軍事演習を終えた次の日に、ロシア国債の最初の大きな利払いの期限が来ます。で、一応専門家の人が言ってるのは、この期限で利息払えないとロシアデフォルトするっていう話になってるんですね。で、ロシアは多分これ回避できないというふうに言われてますね。もう資産凍結されてしまってるので回避できないくて、デフォルトはもう間違いないだろうというふうに言われておりますが、ここまでの間、一応ですね、ロシアのお味方の演出をするためにこの軍事演習をやってるんじゃないかなというふうに思います。スイフトからの排除というところ、中国にできるかというと多分できませんけれども、ロシアよりも痛みが大きすぎて多分できないんですけれども、ただし、中国がビビっているのは、資産凍結の方ですね。特に、今、欧米諸国がですね、オリガルヒと呼ばれる金持ちの資産凍結してるじゃないですか。中国の、共産党とか、あと国営企業とかですね、その他習近平さんから、目をかけられている民間企業もそうですけれども、こういうところの金持ちの資産凍結が相次いだら、ものすごいことになると思います。もう、ロシアどころの騒ぎじゃないぐらい国内は不穏なことになると思うので、おそらく中国としてはこれめちゃめちゃ怖いんだろうなということで、AIIB とかブリックス銀行とかですね、あとロシアへの送金であったりとか、そういうものを全部停止してるんじゃないかなというふうに思いますね。お金の面では怖いから、ちょっと西側に合わせるような素振りをしつつ、でも、ロシア様がまだ行くかもしれないということで、軍事演習で一応パフォーマンスをしつつということで、結構今中国はあたふたとしているような状況じゃないかなと思いますけれども、我が国はすぐお隣なので、この部分気をつけなければいけない。北朝鮮もなぜかこのタイミングに、ミサイル発射なんかをしてですね、ロシアを支援するようなそういう動きもしているということでございますので、我が国はちょっと気をつけていかなければいけないということです。で、そんな中、ちょっとロシアがですね、日和始めているという情報もありますけれども、これはロシアがですね、停戦のための条件を加えたというところ、実はこれロシアが日和っている兆候なんじゃないかというふうに思います。この件に関してはまた明日お届けさせていただきたいと思います。では本日の内容でございます。ご視聴ありがとうございました。